台東区からのお知らせです。旧東京音楽学校奏楽堂で奏楽堂日本歌曲コンクール歌唱部門作曲部門の予選と本選を行います。歌唱部門では第一次予選を5月11日木曜日から14日日曜日まで実施し、その後20日土曜日に第二次予選を行います。本選は28日日曜日午後1時30分からです。作曲部門は本選のみ行われ、同じく28日日曜日の午前11時からとなります。入場料は予選の場合は無料です。ただし別途入館料が必要となります。本選のチケットは両部門共通でお一人2500円です。なお未就学児の入場はできません。ご希望の方はカンフェティチケットセンターおよび旧東京音楽学校奏楽堂へお電話でご予約ください。お申し込みお問い合わせは旧東京音楽学校奏楽堂03-3824-1988番までどうぞ。5月1日と2日は全国的なマイナンバーカードのシステムメンテナンスのため、一部を除きマイナンバーカードに関するお手続きができません。あらかじめご了承ください。1日2日に休止する主な手続きは、電子証明書の発行、執行、更新、暗証番号の初期化、再設定、カードの住所及び氏名の変更です。皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは戸籍住民サービス課住民記録担当03-5246-1164番までどうぞ。環境ふれあい館ひまわり環境学習室では、キッズインタープリターの登録者をいつでも募集しています。キッズインタープリターとは、区内在住在学の小学生を対象とした登録制の環境学習プログラムで、子どもたちのペースに合わせて活動しています。未来のエコリーダーを目指し、自然や環境問題の知識を教えるだけでなく、子どもたちの自ら気づき、考え、行動する力を伸ばすことを大切にしています。希望される方は環境学習室で配布している申し込み用紙に必要事項を記入し、直接スタッフにお渡しください。お問い合わせは環境ふれあい館ひまわり環境学習室03-3866-2011番までどうぞ。夏の期間中、台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場は一般開放の利用時間を延長いたします。台東リバーサイドスポーツセンターでは、区内在住在勤在学の個人の方も各種スポーツを気軽に楽しむことができるよう一般開放を行っています。5月1日から8月31日までは、通常午後5時までの陸上競技場の利用時間を午後6時30分まで延長します。利用料金は15歳以上250円、14歳以下100円で、区内在住在学の小中学生は無料で利用できます。なお貸切利用がある日は一般開放は行いません。お問い合わせは台東リバーサイドスポーツセンター03-3872-3181番までどうぞ。中小企業で働く方の福利厚生の充実をお手伝いする台東区勤労者サービスセンターでは、随時会員を募集しています。対象は区内の中小企業の事業主や従業員、また区外の中小企業に勤務する台東区民です。なお原則事業所単位での加入をお願いしています。会員の方やそのご家族が日々の生活や旅行などで利用できるサービスを
幅広く取り揃えています。入会を希望される事業所は勤労者サービスセンターにお電話いただくか、直接サービスセンターの窓口にお越しください。なお、5月1日から9月29日まで入会金無料キャンペーンを実施します。キャンペーン期間に新規入会された事業所の方には特典もありますので、ぜひこの機会にご検討ください。詳しくはホームページをご覧ください。お申し込みお問い合わせは勤労者サービスセンター 03-5829-4123 番までどうぞ。